さあ今回のアルドボックスは最新バージョンと、前のバージョンをね比べていこうというそういう回になるわけですが、さあ今回はね最新のバージョンで、日本語のフォントに関してね大きな変更があったので、それをちょっと見比べてみようかなということで1個前のバージョンを使っています。こう説明のフォントがね、まあこう出てるわけですが、こういうふうに出ますね。このフォントが変更されまして、まあ、見やすくなったのかそうじゃないのかっていうのをちょっとね見ていきましょう。まあ、今じゃないフォントですね。過去のフォントだと、まあこんな感じでね、見れるわけです。まあスマホでやってないんでちょっとそこはわかりませんが、パソコンだとまあこんな感じですね。まあちょっとこういう反乱の部分とか、文字が小さいですが、まあ読みやすいようなフォントでありますね。おしゃれとかではないわけですね。見やすいと。で、ここのフォントもちょっとね、違うかな。一緒かな。ここで見ると違う感じがしますけど、多分一緒でしょうね。こう出ているわけです。まあ、この見やすさももちろん重要ですよね。ここが変わったので、まあ、とりあえずちょっとこれをね、覚えていただいて、まあ、いろいろじゃあ出していこうか。こう文字だけですね。まあ、そんな長文はね、ないので、いっぱい文字が出る部分だと、例えば、まあ、こういうとことかね、あったりするわけです。あとはね、なかなかね、出てないんですけど、この重要なイベントっていうところの説明もね、変わってたんですよ。こう左出ますね。建国されたとか出ていたわけですが、この文言も少し変わってたんで、ちょっと見ていきますか。少しちょっと記録をね、つけて、一覧でちょっと表記してみようと思います。さあ、とりあえずね、歴史をちょっと、積み重ねてみまして、こんな感じでね、出てます。例えば、この国が、この国の名前ですね。この国の大事件が発生して、崩壊したみたいなこう説明が出てますね。これも変更されてるんで、ちょっとここ合わせて2つね、見比べてみようかなと思います。まあ、歴史はこんな感じで出ていて、これが左上に出るわけですね。これ結構面白い要素なんですが、この文言も変わっているので、ちょっとまずね、ここに慣れていただいてと。まあ、大体ね、人が死んだ時には、暗殺されたとか、あとなんか、法廷かな、裁かれたみたいになったりするわけです。種類があったわけですね。で、滅んだ場合は崩壊したとか、あと村が滅んだとか、こうですね。なんとか村が滅んだ、なんとか事件が原因と思われるみたいな、これがあるわけですが、これのね、最新バージョンちょっと見ていきましょう。さあ、最新バージョンの方にやってきました。設定の方でね、見れるんで、ここバージョン出しておきますが、0.8.2 ですね。こうなってます。まあ前、さっきのね、やつのバージョン出してませんが、まあ、歴史をこう表示する機能はね、バージョンが2つしかないので、わかると思います。で、まずフォント、こうもまず違いますね。大きさが、太さが違うかな？まあさっきのちょっとね、比較する画像を入れてるかもしれませんが、まあかなりね、変わってますね。まあ、こう、置き手とかの分で見やすいと思いますが、ここでかなり違っているのがわかるかなと。あと歴史も出したいんでね、ちょっと国は作らせましょうか。さあ、この左とかもどうかな？変わってますかね？あ、だいぶ戦ってますけど。ここのフォントは変わってるかな？こっち側ね。こっち側の説明のフォントは変わってると思うんですが、ここに表記される方はあんまり違いを感じませんね。で、トークも出していきますが、ああ、なるほど、なるほど。まあ、全体的に太くなった、強調されたので、まあ、見やすくはなってるんですかね。漢字においてはちょっと見づらくなるかもしれませんが、私がサムネで使うくらいの太さですね。絶対そんくらいじゃないかな。スタイリッシュさはちょっとなくなりましたね。あ、歴史は出てましたね。今ちょっと一部変わってましたが、ちょっとまあ戦争させるくらいまで進めてみて、この歴史っていう部分は変わってるわけですからね。見ていきますか。さあ、とりあえず強制的にね、始めさせました。行きましょう。この戦争の表記もちょっと変わったかな？どうでしょうか。さあ、まず人が、王が死んだ時のね、説明とかがどう出るかですね。あ、殺傷されましたに変わったんですね。満殺が多分合ってなかったみたいなことでしょうか。まあ、殺傷の方がね、表現としては、まあ、一般的なのかもしれませんね。あ、でも満殺もありますね。バリエーションが増えたのかな？まあ、いろんな方法があっていいと思いますが、殺傷がメインになったんでしょうね。なんか違いによってあるのかな？
弓で死んだら卒みたいなねなったら面白いですけど、まあ多分これは雰囲気なんでしょうね。で村が滅んだと。で国が滅んだ時もね、さっきのバージョンですと大事件みたいな風でしたが、単純に滅んだって表記なんでね、かなりまあこう左上に結構出るので、かなり簡略化してくれたわけですかね。やっぱ文字が長いと大変なわけですから、そういう可能性もありますね。さあまだ国が滅んでないでしょうか。ちょっとね経過を待っていますけども、さあちょっと歴史出しますが、こんな感じですね。あれここ変わったかな、こんなんでしたっけ。ここら辺も変わってるかもしれませんね。さあ、村が滅んだと。で、あ、国が滅んだ場合も村が滅んだだけ、あ、あるある、国が陥落したってなってますね。まあ大事件よりかかなりね、イメージはつきやすくなってるかなと。さあ今回は、このゲームのフォントと、あと世界の歴史に関するね、このゲームのバージョン 0.8.2 の日本限定のね、講師を見ていきました。まあ翻訳部分はね、かなり細かく調整されていくので、まあこんな感じでね、変わっていくと。まあ歴史はすごいまあ好きな機能なんで、これがね、こう変わっていくのは嬉しいですね。で、フォントに関してはですね、どうでしょうか。そうですね、フォントはまあ好きですね、こっちの方が。好きではあるんですが、少し漢字に関して、まあちょっと見づらい部分もあるかなと。例えば、こう、エルフの説明にある、この嫌いですね、一番最後、オークとドワーフが嫌いの部分がちょっと、かなりね、もう重なっちゃってるというかね、真ん中が丸にしか見えないくらい重なっちゃってるわけですが、ちょっと漢字に対してちょっとこのフォント合わないかもしれませんけど、まあ、ひらがなやね、カタカナ部分だとこのフォントは好きですね。私はまあサムネもね、太文字フォントですから、そういう面では好きではありますが、やっぱちょっと文字が小さい場合においてのみ不利ですね。少し読みづらいかなと。私は内容覚えちゃってるんでいいんですけど、まあ、初めてやる人がね、こう読めるのかとね、その場合、その点のみがね、ちょっと気になるところでありますが、まあ、このね、ゲームのね、日本語の担当の方はね、非常にこういう翻訳部分とか、細かくね、何度も調整してくれていて、例えばね、触れてませんでしたが、この政治傾向っていうのね、これ、前回のアップデートかな、前々回か。バージョン 0.8 で増えたんですが、活動傾向で、軍事的とかだったんですが、そこもね、すぐに政治傾向というふうに書いて、まあ国の動きだよっていうふうに説明しているのと、あとはね、なんとか敵じゃなくてなんとか主義になったんで、まあこの国の主義を説明してるんだなというふうが分かりやすくなったわけですね。まあそういうふうにすぐにね、更新、変更してくれるんで、まあこう意見とかがね、フォントとかも、こういうフォント、まあ前のフォントの方がいいみたいなね、あったりすると、そういう反応ね、まあこの動画のコメント欄を見ているわけなんで、運営の方がね、まあそういうのを参考に、日本語部分とか結構ね、変えてくれるみたいなんで、まあ要望があったらね、かなり聞きられるんじゃないかなと思います。そうですね、まあ個人的に、まあこの右下とか部分的に変えれるかわかりませんが、漢字オンリーのとこはね、多分このフォントは弱いんじゃないかなと。ね、見やすいかどうか、まあ、スマホとか、いろいろ、まあ、プラットフォームが違うわけなんで、人によってかなり変わると思います。スマホ版は私やってないんでね、スマホの方でこのフォントが見やすいかどうかっていうのはわからないので、その辺はね、ちょっと意見としてもらえたら嬉しいかなと。まあ、場合によってはね、また変わったりすると思うので、まあ、その辺はね、かなり要望してると思います。さあ、とりあえずね、今回は、世界の歴史部分ですね。これ私一番好きな部分です。こことね、フォント見ていきました。あとはまあ、まあ、小さな変更でありますが、この部分をね、少し変わりました。まあ、こんな感じでね、日本向けの更新がこう、バージョンの更新とともに来るわけなので、こういったね、変更が今後も続いていくと思いますね。より、日本語の説明だったりが分かりやすくなるかもしれませんね。